ちょっと、録画が、容量が途中でなくなってしまいましたので、撮影再開します。まあ、ちょっと話途中で、区切れましたけども、要点まとめます。まあ、特に淡井圭介との結婚話をした人たちとか、まあ、テレビ出演者でね、多数活躍された方たち。で、まだちゃんとテレビ残ってる人。出演で、しっかりと、テレビ局の、役員などの人たちに、淡井圭介さん、早くテレビ出さなきゃならないということでね、ちゃんと契約書を持って、来る人間。いろんな番組に出るっていうスタンス。絶対それ。そうじゃなかったら節約の部分が通用しないから。で、その、淡井圭介とまだちゃんと結婚したいって思ってる人たちはそれを僕に言いに来てください。そうじゃなかったら、こんなことされてたら僕も心情的に持たないです。あともうすぐしたら。ね。今2月の6日、バレンタイン。このままだったら。またもらえなくなったらかわいそうでしょ。かわいそうだけど、開けなきゃ、それぐらいの気持ちでいいから。誰かの20年以上前チョコレート絶対もらった。いやもうちゃんとね、そのね、好きうんぬん、付き合う、恋人うんぬんとか、そのね、将来結婚しようとかでね、チョコレートもらったこと記憶ないんですよ。本当に誰かがどっかの旅行とかで、同じ職場の従業員でね、お土産が、その、なんか、マカデミアナッツ入りのチョコレートっていうのがありました。これね、本当に、おかしい、最初から、本当に。僕の立場から言わせてほしい。結婚話、うんうんとかしといて、その、バレンタインチョコレートいつもだった。正直に手挙げてってください。いいから、もう別に作らなくていい。もう出来上がって、ちゃんとした美味しいのを、ちゃんと、大事なのは手紙。気持ちを伝える手紙が大事。忘れるから。本当に。それ手渡しじゃないとダメ、絶対。僕ね、その辺の、同じ部屋にいる出会いしてる。私は絶対あかんよ。本当に。どうなるか分からへんか。本当に、本当にちゃんとしましょう。本当に。で、もう一度言いますけども、河川水門開始ダム発電とか、地下水流トンネル発電とか、釜の発電に関しては、だから、淡井圭介と、例えば結婚話にしに来た人間、もう誰でもいいですよ。それを強みとしてね、自分が仕事を、しっかりと得るとかね、今後継続してっていう形をね、対応するとか。それぐらいの気持ちで、来なかったら、何かなかったらどうする。で、悪い意味じゃない、悪い意味じゃないの言葉はなくしといた方がいいかもしれない。利益関与は何かなかったら、交通費とかかかるから、実際、ちゃんとしようという気にならないでしょ。自分のポケットマネーでちゃんと会いに来なあかん。その会社のお金マジは、それあかんから、本当に。インターネット記事で、中国のね、まあ、民族衣装、日本でいう和服みたいなものでね、漢服っていうんですかね。漢の服。漢字の漢と服って書いて漢服。もともと、もう今はいらっしゃらないですけども、中国の、昔いた皇帝の一族の人たちは、昔、漢一族だったんですよ。漢字の漢と書いて、漢一族。で、それで、漢服っていう、着物があるんですけどね。ちゃんと、顔を作ってるというか、若い女性二人がね、こう、着てると。で、
こう流していったら、あ、これが、あ、そう、中国でこういうふうな民族衣装があるんで、そやそや、こうあったあったわって思いながらね、こう見てたんですよ。途中で、ね、報道ステーション。渡辺瑠衣っていう女性アナウンサーいるでしょ。経歴みたいな、一応法学部出身。多分渡辺瑠衣アナウンサーと思われる人間が缶の服を着て写真に写ってるのが間に入ってる。でなんかこれね、会社のお金使った、さすがにそれは東京都の責任じゃない。一応今一瞬天気のことが意識よぎったから、それちゃんと自分の言葉で、頭の中でも考えて心の中でも思ってるから言葉で出てくる。だからやらかした方なのか、それとも自分の親族はね、中国系の人で、で、将来、中国の人との、まあ、民間の企業なのか、それとも、アナウンサー辞めてからたまに政治家になる人います、今の東京都知事の小池さんみたいにね、まあそういうふうな立場をね、考えて あのアナウンサーに就職したのか、いろんなことを知るために、もともとね、今の韓国の大統領のユンさん、もともと韓国 の検察庁の出身の方なんですけども、日本語ペラペラです。普通に喋れます、僕みたいにこういうふうな口調で。で自由民主党として、まあ、自民党としてね、NHK の朝の9時からの番組に、以前出ていました、見たことあります。で、まあちょっとテレビを通してはね、心の声か喋ってる声どちらかでね、ちょっと会話を交わしてるんですけども、まあ、岸田さんともともと知り合いでね、仲良かって、で、まあ、それで、韓国の大統領に、そういう部分も含めて、選ばれてる部分もあるんですよ。で、これは日本と韓国だけじゃないんです。日本の、自衛官で、幕僚長から一つか二つ下ぐらいの、まあ、もうすごい上の方の人の、まあ、自衛官の方なんですけども、その人は、去年流れたヘリの墜落の事故、あれ本当は昔の墜落事故だと思うんですけども、いろんなニュースだ、そのニュース混ぜ込んでる。で、その人は乗っていて亡くなったことになってるんですけども、その人は死んだことになって、本当はもっと前に多分中国の方に渡ってるはずなんですよ。中国の軍部上層部に、ついて仕事されてました。もともとこういうことなんですよ、近隣の国同士。これはなぜかっていうと、まあ、これ一般人の人向けに言ってるんですけども、その国の言葉を流暢に喋れる人じゃなかったら無理なんです。コミュニケーション、法律用語とか出てくるから。本当に自分の国の法律だけでは正直みんな手いっぱいなんです。で、他の国の言語プラスそこの国の法律まで、これはもう絶対無理で、追いつかない。だから、だから自衛官をしていたから、一応日本の自衛隊のことはよく分かってるから、中国の方のその軍部にっていう、これがそのまあ一つの安全性というか、まあまあもうだいぶ前から本当はそうなんですよ。別に中国政府は日本のことを敵対視とか別にしてませんから。本当に僕のホームページの方でもまともな記事の欄見てもらったら分かりますから、普通にちゃんと中国のまあ政府とか経団連とかと、まあ、日本の経済界の人たちとかがあって会談とか昔からしてるから、本当にそういう普通のニュース見なあかんから、本当に僕もテレビの戦争のフェイクニュース、頭の中の考え方めちゃくちゃになってしまった方、本当に信じてしまった方、中国は怖い国みたいな認識ずっと持ってしまってたから。ただ我が天下と戦国不武に関しての支払いがない分に関しては怖い国、本当に本当に本当に。で、もう9割以上僕のアイデアで出来上がってるから、いろんな細かいところの部分、そう、渡辺アナウンサーの
件で、去年のね、報道ステーションで、まあ、一般の人、これね、テレビでね、映ってる画面が、僕の方とは違うケースの時があるんですよ。で、一般の方には伏せていて、僕の方には、分かるように、言ってる時とかがあるんですけども、その渡辺アナウンサーがね、半泣きになりながら、抜けるに抜けれなくなりましたってもう泣きそうなになって、ごめん笑いながら。漢服、漢服か漢の服、中国の民族衣装。会社の経営ですか。やらかしてしまったものなのか。だからもう何のことを言ってるのか分かんない。事情言ってくれんかった。もうこれ、宇賀なつみとか、元報道ステーション系でいい。あと、小川彩香とか、まだ、まあ、ニュース2-3だけども、渡辺、ルイアナウンサーの電話番号とか知ってる、その、他局行ったら、今度もう、自分が元いた会社の人と誰かつながりあり、ある?まあ、小川彩香の方が年下だから、普通の喋り方に変えてるんですけど、ごめんなさいね、一般の視聴者の方たち、大抵みんな連絡先教えてもらっても電話かけなくなるでしょ。これは世の中の実態だから、まあ、渡辺アナウンサーが、まあ、宇賀なつみに、まあ、池上彰のニュースそうだったかも、その撮影してるとこの現場行って、宇賀なつみでも、どういう事情でその抜けるに抜けれなくなったのか、それちゃんと伝えて、宇賀なつみが伝えに行ってくれたり。そんな相談の仕方されても分からない。事情言ってくれたら、ああした方がいい、こうした方がいいとか、こうすりゃいいが、これは出てくるけど、抜けるに抜け出すの。ごめんね、その、半泣きなにゃが言ってる人間に笑いながら、こんな言い方して、なんか、追い打ちをかけるように、下手したら見えてしまうかもしれませんけども、もうこれ、一般の人たちもこれ、話聞いていて、もうしょうがないでしょ。ほんのりで。抜けない。抜け出す。その時髪の毛がね、茶色に染まってるような映像になってるんですよ。で、能登半島の地震があって、で、現地の取材に行ってる時は、髪の毛ちゃんと染めてない、僕みたいにね、こういう黒色の髪の毛で映ってるんですよ。だから もしかしたら本人は髪の毛は染めてないのかもしれない。だけども、報道ステーションで何かがあって、髪の毛染めてる映像で、放送されてる可能性があります。だこれ人によってルールが違う可能性がある。例えば、ワールドビジネスサテライトの佐々木明子っていうアナウンサー、髪の毛染めてない時の、ちゃんと法律遵守のバージョンの時は顔が潰れてる。で、髪の毛が茶色くなってる時は、その日でね、2種類の VTR があるんですよね。顔が綺麗になってる。じゃあ嘘もテレビで放送してまかり通ってるから、アジアカップサッカーのイスラエルとパレスチナの話、あの放送の仕方だったらパレスチナやりすぎだよっていうような、放送の仕方で、あれはもう大昔の話であって、もう何十年も前の話であって、もう 今の時間軸の人に何の責任もないから、サッカー、パレスチナの人たちが初めてグループリーグを突破できたのは、それは僕としても、喜ばしいところなんですけども、かといって別にイスラエルの人たちを、敵視してるわけでもないです。ニュースの放送の仕方がおかしいのと、だからニュース、今言ってるのは、ニュースで嘘を放送したら、スポーツの結果までああなってますよっていうことなの。嘘が勝ってしまってるの。そしてルール法律じゃないじゃないって、科学の世界も。善人が殺される世界だってどうするのこれって。ね?体温取ったりとかあるんだから、頭の中とか。まあ僕は自分からお渡ししますとかで渡してるけども。あの後はちゃんと返してもらいますよ。そうじゃなかったら日常生活無理になるから、本当に。本当。頭全然回らなくなるから。だからね、もう、その辺のところはきちっとしなきゃなんない。一晩寝た顔ぐらい治るんだから。
まあまあ、あんまりその睡眠不足はね、何日も続いてこう毛穴が開いてるような皮膚の状態とかになってしまったら、ちゃんと睡眠を得てる日をね、まあ、1日7時間か7時間以上寝てる日をね、連続してこう形成しなかったら、お肌は回復は絶対しないんですけども、これ距離が離れてるだけで、これ見えますかね、皮膚ね、僕実はこうなんですよ、肌荒れてる。そんだけ睡眠不足だったらそれが普通。その辺僕は潔くしてます、本当に、うん、これが現実だから、まあ、一応だから神がかり的な力使った皮膚もね、綺麗にできたりとかできるんですよ。スキンケアとかいう化粧商品、ちょっとくらいの効果はある程度あるな、あると思いますよ。保水成分とかね、確かに乾燥したりしてるからっていうもんあるけども、エネルギーの残存量問題の方が上だから、そんなもん本当はいちいち作っちゃダメなの。生産工程でエネルギー消費してるから、ガソリンとかガスとか石炭とかウランコ、原発の元電気とか使ったりして同じね、もうすぐになんかもう経済とか言い始めたら、今度化粧品業界とかも変なもの売り始めたりしてません？本当に大体のもの いらないですよ、はっきり言って。化粧商品自体、一応ね、これは一般の若い人向けの本当の話なんですけども、もうほとんどの人は普通の人で、どちらかというとそのパートアルバイトの人たちをね、仕事の接待するのが多いっていう形式になってますから、みんなお金ないあんまり。で、交際費、恋人との一月6,000円、これが平均の値です。だから例えば小学生の頃、一月皆さんどうでした、お小遣い。僕は小学生の時、お小遣い1日50円だったんですよ。だから一月で見ると1,500円。人によっては1日100円の人もいました、同級生で。倍掛けの3,000円。中学の時どうでした、お小遣いいくらでした。僕覚えてないんですけども、どうだったかなって。もう3,000円以上は絶対ないですね。それともお小遣いもらってない人とかいました？高校生の頃は、僕はもう高校1年生のもう 1、2ヶ月後ぐらいからはもう働きに行ってたんで、アルバイトで。あ、お小遣いいよっていう形で、あと定期代、新長田工業高等学校っていうところに通ってたんですけども、まあ、1年目が昼間で2年目から定時制に編入してるんですけども、その頃は阪神・淡路大震災の前だったから、神戸市兵庫区東山町4丁目16-18東山高校604、だから東山町だったから、まあ、港川の駅から地下鉄、新長田駅までのその1ヶ月の定期代、確か僕自分の稼いだアルバイトのお金で出してたと思うんですけどね。世の中はそんなもん、本当は。親もお金ないから、それが普通。家のローンとかあるから絶対そう。そんなもんね、自分の住む家で賃貸とかだったら家賃払わなきゃなんないから、その家賃でね、返済するようなものだし、それプラス所得税の控除、これがあるから若いうちからあの家買っておかなきゃ損だよがあるんですよ。だから絶対みんなローン組むんですよ、まとまった金額の、大きな金額で。ローンとの戦いでみんな社会に出て頑張るんですよ、本当に。だから公営住宅に、僕は阪神・淡路大震災の後、仮設住宅に引っ越しした後にここの公営住宅に来てるんですけども、ある程度一月か、年収あったら一月の家賃が10万とかになって、10万超えたかな、どうだったかな、ちょっと覚えてないんですけども、だからね、早めに家を買った方がいい、本当にどう考えても絶対そう。で、最初は結婚してすぐにね、子供を作るんじゃなくて、最初の5年間は金利安く負けてくれるんですよ、ローンって。だから最初の5年間でどれだけ節約生活をして一気にローンの返済をするかで、後の、ローンの支払いがね、負担が軽くなっていくっていう、これ
金利が、通常金利に戻っちゃうんですよ、5年経過したら。基本的にそのはずです。で、そうなってきたら、まあ、金利がね、3% でも家って元の値段が高いじゃないですか。2700万で買ったとしても、もう3000万を超える家なんかもう普通手出したらもう負けですよ、人生。本当に。それだったらリフォームしてる、例えば、築20年ぐらいの、しっかりしていそうな家でリフォームをした後の家で、2200万とか2300万とかの家買った方が絶対得。人生に無理がなくなりますから。だからまあ、ちょっと話しとりましょう。バレンタインチョコ。本当にものすごい数。もうさすがにもう結婚した人もいらないから、それはもう間違いなく言っとく。ただもうなんか僕を見ていて、この人結婚したのか結婚しなかったのか思うと、もういいか、はよ、ほんと、こんな人生、僕女性と海行ったことないから、プールも水着姿これ全部本当だ。ある意味若いと引いちゃうと思いますけども、引くっていうのはこう後ずさるっていう意味でね。嘘って。そんなに悲惨な人生だったんですか。まあ、スポーツで言ったら大潮とかもそう、安藤美希とかだけじゃないか、僕と年齢近いところも、もともと本当はプライベートであったはずなんですよ。港川神社で、まだ大潮がね、学生の頃に、まだ全然テレビで取り上げられてない、ほぼ取り上げられてない頃、和服姿でね、港川神社に来ていて、まあ、僕はそこにうまく誘導、父親が誘導しに行ってくれて、会えてるんですよ。で、2人ともその結婚話込みでね、話してくれて、どちらがいいですかみたいな形 で、いきなり言われても僕からしたら、2人ともすごい綺麗ですよ。顔もしっかり作り込んできて、こっちも作り込んでるんですけど、僕にも若い頃ありましたから、まあ、かなり出来上がった顔はあったんですよ。なかなかの男前ので、近くのね喫茶店で、もうこれちゃんとどっか落ち着いて話してなあかんからっていうことで、僕の父親がね、それせんかったらまたあとややこしいことになるからって、絶対そうだからっていうことで、どっかのね喫茶店で、僕と父親と おぐしお、バドミントンのことなんですけどね、おぐしおって一人の人間の名前じゃないです。ごめんなさいね、若い人、二十歳ぐらいの人、急におぐしおって言われても、なやつの名前の人って思うでしょ。小倉っていう人と塩田玲子っていう人、小倉の方は忘れてしまいました。もう芸能人では他の小倉優子っていうものがいたんですよ。そのものも、フルーツアーパークで働きに来て結婚話した方が、もう漢字からして分かんなくで、ラルク・アンシエルのドラムのゆきひろ、これを僕はひろゆきって言い間違える時あるんですけど、いっぱい、男性もいっぱいあって。もう本当、仕事場でも山口博之さんっていう人、もともと子供の頃年賀状を、まあ交換していて、で阪神・淡路大震災の後、その山口博之さんっていう人は新神戸オリエンタルホテル、今現在の名称クランホテルっていうホテルが、新幹線の、新神戸駅のすぐ近くにあるんですけども、もう出たところ、もうほとんど新神戸の上にあるようなもの、上にあるんじゃないんですけどね、ちょっと行ったところなんですけども、まあ、もう100メートル以内で、まあ、そこで働いていた人が、その阪神・淡路大震災の後、フルツラパークに来ていて、もうその時からもうその人も派遣の人になってしまった方で、ファインハイゼンっていう。もうファインハイゼンはもともと大阪が発祥の地で、その頃はね、大阪と兵庫県の、
いくつかのホテルぐらいで、その後僕の結婚話の話なのかな、なんかいやこれ当時の人たちがちゃんと言ってるんですよ。あの正社員とか役員か部長ぐらいの人が、あのこのままその君も東京で働くとこを探さなくて頑張って進出するまで西は福岡東はもうだいぶ前にもう東京までファイナル半と広げていったのそれが戦国時代本物の愛知県のホテルとかに派遣してるからちゃんとその辺の人だと思いますよ。まさか大阪からそれは大阪にちゃんとホテルいっぱいあるかそのどっかで働いたらええかそんなところ通勤した交通費だけ大変なことなもう何人か雇える一日でこんな交通費の使い方あかんから本当に本当にごめんなさいね、話だいぶそれて。で、そうそうそう、その結婚話の人、本当に本当に、もうこっちが、そういう意味で SOS、SOS。もうこれ、もうこんだけややこしくなったら、決めようがないでしょ、決めたところで決めてたから、過去さんと。去年、1年間頑張って通した。そうしたら皇居行った12月28日にまた帰り討ちになって他の人間でも小林麻也の時これはね YouTube とかで僕は公開しなかったんですけど小林麻也って言ってたんですよ言ってたんですけどもちゃんと電話もな会話交わしてなんかちゃんとした会話本当にもうなしやがこの辺横通り過ぎたりと家来ないで話するの本当に、はあ、もういいじゃないもう僕のこの動画で一緒に映りながらもうこうなりましたねさすがにもう、もう僕は嘘は言わないですからただまあテレビのフェイク映像を見てそれは本当の情報だと信じてしまって間違えてしまうことは今までありましたで今後全くないかっていうともうほぼないはずなんですがもしかしたらあるかもしれないだんだん見ていたらあの件とあんな件もあったしもう本当かなってなってしまうこともあるあるある事件に関しては昔の事件何回も放送してるからテレビ局本当に本当テレビ局を2つを1つに合併させるぐらいがちょうどいい、TBS と日本テレビ放送も株式会社日テレで、フジテレビとテレビ朝日、うん、それぐらいがちょうどいい。いろんな事業的に、テレビ局としては TBS は全国放送の中でまだ比較的小さい方で、日テレの方がもともと民間のテレビ局で一番最初に旗揚げというか、まあ、会社ができて。放送を始めた方で最初の、3年間か5年間ぐらいもう日テレが独占状態 NHK と日テレだけテレビのチャンネル本当に本当に昔その頃は僕はまだ生まれてないですよで、テレビ朝日とか TBS とか、フジテレビとか、テレビ東京とかが追いかけて、その数年後に、次々とテレビ局を開局して今度テレビ局作りすぎやん、ね、こんなに作りすぎたらもうどうしようもないわもうわしも株買った方とかそういう愚痴の話で見てるから昔の人たちもうこのようにもう今はいらっしゃらないと思いますけどもこのようにだからねまずさすがに大串洋は結婚した方でしょうでこの間ショート動画で美和っていう歌手の曲が流れていて、あ、なかなかいい曲だなって思ったんですけど、髪の毛みたいな。今までせっかく黒髪で頑張ってたのに茶色になって。うっそー、茶色っていうかもうほぼ金や。もう今までの話、どうなってんのって、その、じゃあもう髪の毛染めないでみんな頑張ろうっていう話、あかんやんって、それもしかして。活動期間見たんですよ。
一応萩野公介と結婚してた放送があったでしょ、テレビで。僕も、ああ、結婚してたんだって思ってたんですよ。で、僕が確か勧めたと思うんですよ。いや、あんなって、その、まあ、フェイスっていう曲は僕からの提案で作ってもらった曲なんですけど、まあ、歌詞はこういう風な形で、でライトハンド奏法をこういう風な弾き方を入れてっていうような形で。だから、それまでアコースティックギターの曲が多かったと思うんですけども、急にエレキ持ち始めたでしょ。そのフェイスっていう曲で。で、いや、これね、教えてあげたんですよ。教えてあげたんですよ。なんか、すごい、たくん仕事してるって、あかんわ、ちゃんと教えてあげんかったら、その、事務所のね、人たちの、取り分でね、結局、仕事をさせられてる若い人っていう形になるから、いや、違うよって、もう早く結婚して、早く住むとこ決めて、家買わなかったら、家のローン返済できなくなるからって。もともと35年ローンだからって。で、あと、年金も欲しいだから、2000万以上かけてなかったら、一月15万にならないからっていうことで、ちゃんと厚生年金入ってるっていうことで、まあ、そういうメッセージを送ったんですよ。曲はその後できてるから、ちゃんとそのメッセージとか受け止めてるとは思うんですけども、だからもう早く結婚できなかったら、もうあと人生取り返し聞かなくなるんですよ。ローンの返済。例えば僕の年齢だったらもう今年47でしょ？一月のローンが20何万って返せるわけないでしょ。それだからそれでその今までの映画のね、例えばガンダムのナラティブだとか、君の名はとか、天気の子はとか、まあ、スズメの涙に関しては、ただ君の名はに関してはそこそこのお金出してほしい、本当に。そこそこって、プロ野球選手とのわけわかんない年俸の話じゃないですよ。何億円とか。あれ絶対嘘だから、本当に。国会で、本当に動き出すから。そんな金額手にしたら本当に。絶対そうですよ。だって民間の税金でスタジアム半分ぐらいお金出してもらって最初作ってるんだから。今もプロ野球選手、あれですよ、千葉ロッテマリーンズとか、東北楽天イーグルスもそうなんですけども、あと他の球団も どっかあったんじゃないかな、自社で球団保有しないから、スタジアム。自社の球団保有でスタジアムっていうことは、そのローンを、その球団が返済しなきゃなんないの。千葉県の人の税金なの。それで、試合してね、一人で年俸1億以上とかわけわからん金額もらえ始めたら、暴動起きますよ。お前らのせいでこっち住民税上がってるぞっていう話になっちゃうでしょ。選手も、いや、違います。僕たちの動画でもらってませんから。本当に。僕は小学生の頃、年俸1億、そんなニュースすらなかったから、本当に。三冠王何回も取った落合さんでさえ、1億円何のことですかって。本当。物価あんまり変わってない。食パン、いい食パン、美味しい食パンとかは、今でも200円。ね。6枚切りとかの。まあまあ、けど、6枚切りの食パンも、ほんならあんまり変わんないでしょう。話ね。くるみ入りとかの、美味しそうなデニッシュの食パンとかが、まあ大体200円ぐらい。200円ちょっととか、まあ、あれは税抜き価格なのかな、198円で予期してるとき。まあ、どうなってんの、みんなさ。本当に結婚した。その、みは結婚した、結婚して、あれ結構前に結婚したことになってるはずだけども、で昨日かその前の日見たんですよ。あれってショート動画に現れてるわって。けど、まあ、とりあえず曲聴いて、ああ、いい曲やわと思って、なかなかの曲を作ってきたなと。まあ、二重丸か丸か三角かで言うと丸ですね。世の中、日本のそのプロのその音楽関係の人たちが出す曲の、間違いなく、半分以上は三角ですから。二重丸、まずないです。求めてるレベルがね、僕としてはものすごく高いレベルを求めてるんです。まあ、海外の人たちに、
これがジャパンクオリティだっていう曲をね、選曲して伝えるときに、これぐらいのクオリティじゃなかったら日本のクオリティ認めてもらえませんよっていうことで、でまあ今そういうふうなことを言ったんですけども、だから丸の人の方が、丸か二重丸の人の方がの曲の方が少ないんですよ。だからまあ丸の判定もらえたら、まあ、なかなかの曲だなっていうことにはなってくるんですけども、そうじゃなくて毎年曲リリースしてるからな曲嘘、もしかしてそこも偽装、結構今コンピューター見よう、本当のこと言ったらあかん、店長それ気づいてその動画にアクセスしてから言えるのが、別にテレビに向かってとかも言ってないですよ、言ってなくてももうコンピューターがミワの声で言ってくるか もうこれだけ もう笑いながらもうもの言ってる時って、もうコンピューターもね、笑いながらは言ってこなかったりとかはなかなかまずないんですよ、ないんですけど、真面目な言い方で今みたいにね本当のこと言ったりシーとかこう真面目な方のシーこのタイミングでこう美和の声で言ってきてるよ、聞こえてる面白いものは面白いちゃちゃ面白いじゃない、まあ面白いでもいいんだけども、本当のこと言うとおかしいの方、可能のかと笑うって書いておかしいって読むんですよ。だから、まあ笑う方なんだけど、もう面白いの感じってなんか変な気しません？まあ、言い方悪いですけども、まあ、面のことをね、まあ、面とも呼びますけども、面だったらなんか、ね、お面の面みたいな方を連想しちゃうでしょ。面って言ったらなんか顔か、顔って一応連想できるじゃないですか。まあ、言葉としてどうかなって思うんですけども、それはもともと間がね、不良漫画とかで面稼いだ顔の作り方とかそういうことを神語り的な違い分かった、分かるから、何人の顔を要求しても自分で自分の顔ぐらい作れるようにならんかいっても僕なんか思ったりするんですけども、ちゃんとで、まあその面白いの方でいくと、面白いと書いて面白いでしょ。外で仕事してる人直射日光絶対日焼けするか夏じゃなかったら日焼けしますよ。僕のね、してきた仕事で、外でしてる仕事、夏場じゃなかったら日焼けしますから十二分に。で、夏場でも、去年の夏は僕びっくりしました。ほとんど家の中いるのに、買い物に外を出るぐらい、それでも半袖の T シャツで、上と半袖のところ全然色一瞬日で変わったから思い出したのが、沖縄のね米軍基地本当にあるのかなどうかなの話になって、で、その当時はね友達で長安信弘っていう、まあ、マルショー建設っていう建設会社でね、働いていたものの正社員として、でその彼とね一緒に、大阪の南港からフェリーにバイク乗せて、ちゃんと予約して、で沖縄行って、で沖縄の米軍基地とかその上陸作戦の時に防空壕として使ったところ、悲しい事件が、事件というか戦争があったところを、まあ、見に行ったりとかな、まあ、そのバイク乗せて行ったのは、ね、向こう行ってから時刻表とか探したりとか地名とか見て分かんないから、いちいち地図で調べても、それ地図広げてそこまでその地名バスの場所とか見てもよっぽど大きい地図じゃなかったら、大きいっていうのは拡大した地図の方、拡大した地図じゃなかったら分からないから、ある程度の大きさの地図で、その自分たちでね、オートバイとか乗せていかんかったら、いろんなところ回れないんです、本当に。だからあと、まあ戦闘機の離陸、米軍基地の音、本当にめちゃくちゃ大きかった、うるさかった。
ああ、もうこれ苦情出るわっていうレベルですね。苦情どころじゃない、その、窓とかは多分あれ、振動してるって言ったらニュース、ああ、これ本当なんやって思って、ものすごいこう、自分はオートバイに乗っていて、ちゃんとフルフェイスのヘルメットかぶってるのに、まあ、距離にしても上空、多分まあ何百メートルか上だと思いますよ。それでもめちゃくちゃ大きくて、オートバイの音ほとんどしなかったから、本当に本当に。もうエネルギーの残存量もって。もう、辺野古、いらんよ、そんなもの。政治家の人が仕事できてないにも程がある。もうアメリカ政府の人にも言っといてもらったらいいですから、もう淡井さんのそのエネルギーの残存量問題の話からいくと、辺野古への基地の移設、もうアメリカの方からちゃんと危機合わせで帰ってくれっていう。ただ、災害救助隊として残ってくれる人たちは残ってくださいの。本当に本当に。まあね、その辺も話突き詰めていってね、その、災害救助隊という形で、本当は、そのね、ラグビー選手とかにしてもね、その現地入ってから、その、土砂のかき出し、道を塞いでる崖崩れとかのね、ああいうようなものを、スコップとかでいいから、あとは2人とかで大きな石持つとかでもいいから、そんなに大きな石まずないですから、さすがにめちゃくちゃ大きい石は重機に任せといたらいいだけで、もう人間が動いた方が早い、数いって本当にもうそういういいトレーニングになるから、どちらも同じだからしてること、本当にその筋トレとかしてる、そのウエイトトレーニングとかしてる変わらへんから、全然本当にしてること、あ、うん、まあそういうような活動してくれたらね、そのレスキュー隊員、災害復興要員、プラス、あと、瓦礫の解体とかでもね、まあ、ある程度、重機とかチェーンソーは使うにしても、だいたい家の中から木材が出てくるから、木材は木材でね、トラックに乗せるじゃないですか。で、そのもいちいち重機にあんな紐をくくりつけてね、ウィーンってこんなゆっくりしてるぐらいだったら、力ある人間が、もう一人で持ち始めたら、もうすぐ体力なくなるから、まあまあ、二人とか三人とかで持って、トラックに用意一緒で、こう、どんどん詰め込んでくれたらいいから、その方が絶対早いから、本当に。数、人数、数、マンパワー。もうそれで体鍛えたらいいし、それで、その行動をテレビ放送したら、それでお客さん来るから、で、彼らは頑張ったって被災地で、これが一つの球団だけ言ってよそがいかんかった。どうせそこは絶対優勝するから、本当に。もうどうせそういう、もういいから、もうその仕組みでいいから、その方向で動かした方がみんな行くようになるから、早い復興が。これが効率性のやつ。本当、あとは給与に響かせたらいい。これで復興の日、頑張ってしようって。気合い入れて。もう言い始めたらきりないんで、だから、ほんと、電話、もうここ聞いても、インターホンしても、音ほぼほぼ聞こえへんから、もうそんな風になっちゃったので、もうこれ、修理するにはお金いるから無理やからで、もっとここの、悲惨な話聞いてもらいます、本当に。もう今、笑いながらだけど、もう国会議員の人も聞いてほしい、晴山整骨院のやつらとか、夜中、車のドアの音とかで、起こしに来るやつらとか、もしかしたら明け方もいるかもしれない。で、それで、防犯カメラ用でね、こういうのを買ったんですよ。まあ、約1万3000円ぐらいで。まあ、家の中から、これね、音がしたら、自動でその方向に動くんですよ。こういうふうに。で、真正面しか見えてないかと思ったら結構見えてるんですけども、ただ最初中に SD カードが入ってるって聞いたんですよ。128GB だから、それだったら何日間も連続して録画できるから、あ、いいなって思ったんですよ。で、それからスマートフォンとかパソコンにデータをダウンロードして、その起こしに来てるやつの 音とかを集音したかったんですよ。そしたら、屋外用のやつが SD カードが入ってるのか、屋内のやつにどうやら SD カードが入ってないみたいで、結局、
スマートフォンにあのデータ、スマートフォンの方で操作してね、録画っていうのを押して、で、録画始まって、スマートフォンの容量が限られてるから、あんまり長い間、録画はできない。それだったら容量が同じだから、スマートフォンその辺を置いといて撮影しちゃったらいい。月々1000円ちょっとの契約してしまう。で、それで、あの、明らかにね、春山整骨院のやつらが、ね、大きな声で喋ってるんですよ。鬱陶しい。もうこちらからしたら、本当に。散々今まで絡んできてるから。で、明らかにこっちに向かって物を言ってるっていう時あるからいっぱい。もう毎日ほぼ。一回、二回じゃないですから。本当もう、これ本当に。こうなってくるから、本当に。本当に、あいつらええ加減せよって。本当になります。で、もう言い方、あの、本当に、あの、喧嘩打ってくる時の言い方聞いたら、もうみんな、もう これに なると思いますよ。そうも怒ってしょうがないになると思いますよ。警察官の人 もう聞いたら分かる、本当に。もうものすごい、あの、見学上でものを言ってきますから。上から見下したような言い方で。あんなしょうもない奴らにですよ。元議員が混ざってたら、徹底的に調べられたら、どれだけもっとしょうもないか、もっとバレますよ。万博の件とか使われた税金の量とか聞いて、ね、僕のホームページ、淡井圭介の317番の一般社団のなんたらかんたらのところから辿っていったら議員まで辿り着くんですからね、本当に。一般社団だけじゃないんですからね。ちゃんと法律名分かってますって、その裁判所、法律名求めてくる裁判官が。ボーナスそんなに減らしてほしいんですかって。当たり前じゃないですか。その仕事専門で行ってるから、すぐに何法の第何条っていうのは分かるんでしょって。だから早いんですよ、仕事が。ね、負担が。みんなの負担を軽減するために、だから高い基本給とかもらってるんじゃないですか、ボーナスとかって。ね、住居手当とか、扶養手当あるんですから、裁判官の人たち。まさか、ない人いらっしゃいます？それはないでしょ。そんな件で棄却なんかしたらただでさえ地方交付税少ないんだから、そんなね、仕事してんのかしないのか、もうずっとすぐこっちに何かを求めてくる。で、ね、だから本当は行政が切手代なしにしてあげなきゃなんない。ですぐに裁判を始めてあげる、その状況を聞いたときにね、すぐに調査して。で、そういうような社会に変えなかったら無理ですね。だからそれが新しい仕事になる。本当に。債務上限引き上げがある。だから、車の生産量を少なくて、だからエネルギーの残存量問題。最初からずっと話聞いてくれてたら分かりますから。ね。車の生産台数を世界中でどこの自動車メーカーも100分の1にしなきゃならない。これも絶対条件。あと、建設関係に関しても余計な建築物を一切作らない。いっぱいあるから。世の中、万博だけじゃないから。駅前とかいろんなところ作らなくていいもの、他にも銅像とか今もう本当にいらないもの、めっちゃくちゃたくさん作ってますから、それもう全部やめさせなきゃならない。であと建物もう作りすぎ、空き家が今1000万件以上ありますから。でそれはもうボロボロの、もうね、もう誰も人が住んでなくてボロボロの、もうどうしようもなくなってる建物抜きで数えてあるんです。生まれてくる人が今男性と女性が40万人ずつぐらいなんです。で、その、さらにそこから人口まだ縮小していってるのに、ね、二人で結婚して一つの家の購入なのに、40万人と40万人の人が、全員結婚、絶対ないですよ、そんなこと。ね、今、結婚して出産までたどり着いてる人が3分の1か、もう今4分の1かもしれない。もうそんな状態ですよ。で、ね、それ考えたら、1年間で家買う人、最大でも20万人いたらすごい方じゃないって。1000万件も空き家作っちゃったのって、新しい家って。誰がどうすんのこの話って。一般社長。その後、なんとか方法っていう、あの長い、すごい長い文章、もう僕も覚えれないかも、その言い方にしてます。最初の、20条に行くか行かないかぐらいで、その会社を設立したところの人たちにも責任がある、その後連帯責任とか全部ついてきますけども、ねえ、ホールディングス金で逃げようとしちゃって逃げれないんですか、そんなもの。最初にどういうふうに会社が出来上がったか。これこの法解釈を曲げたら絶対ダメですよ。責任問題、世の中。全部そうですから。それに証拠がなかったら、流れ止められないんですよ、本当に。そのエネルギーの残存量問題に対して、ね、
本当に取り組んでいたらこんなにたくさんずっと、高層ビルなんか作るわけなかったじゃないですか。誰も止めれなかったんでしょ、僕が言い出すまで。これが本当の話ですもん。本当の話ですよ。後で僕はあの動画の撮影がね、後からもう一回撮影しに行ってあげてるだけで、以前撮影してもう SD カード送ってテレビ局に送って国会の方にあげてましたから。それから神戸市長の久本秘蔵という人が三宮の北区の方のエリアでもうこれ以上、建物を建てちゃダメだって、高層ビルをって。しかし神戸市長だったら神戸市全域にしなきゃなんない。どう考えても本当に作りすぎ、そんなに空き家作ってどうすんのって、ちょっと考えて分かるでしょって。本当にまた久本市長の手柄みたいにまた新聞紙が書き立てて、そんなことしたら今度僕に新聞社が責められますよって。ちゃんと青江さんのことね、新聞社が元に先にあって、それからテレビ局出来上がってるんですかね。関西の表記の方が分かりやすい。日本テレビ放送も株式会社、大阪のその子会社、一応本社っていうことになってますけども、読売テレビね、日本テレビ放送も株式会社、本当はもともと読売新聞の出資、外資も出資してますよ。最初は第二次世界大戦とかいろいろあったじゃないですか。で第一次世界大戦もで、フジテレビ関西の方が分かりやすい、関西テレビで産経新聞で、言い間違えた、フジテレビじゃないで分かりやすいで言い間違えました、すいません。TBS 関西では毎日放送、毎日新聞で、関西の方が分かりやすい、まあ関東では一番分かりやすい方、テレビ朝日、さすがにもう朝日新聞ぐらいみんな分かるでしょ。そう、そこかテレビ朝日まで言ってもらったら関西もっと分かりやすい、朝日放送、関西の方が潔くしてるね。ちゃんとスポーツの勝ち負けもね、ちゃんと僕参加で動いていれば、この間雪降ったでしょ、僕の結婚話だけじゃないですから。話の整合性はいろんなところでやってくるんです。重複してればしてるほどやっぱり効力がある部分がある。ジャイアンツが今年2位、あんなに優勝してあんなに A クラスが多かって最下位1回しかとなったことがない球団、法の下の無用ブロードって言ってるじゃないですか、YK ですけど。僕は日本代表の選手を勝たせてきたんですよ。最下位、巨人が行かないと。社会のお手本。独り占めしませんって。で、その方が、で、それ自分から言った方が人気出るじゃないですか。まあ順位的にはお客さんは入らないと思いますよ。けど心情的にはみんな応援してくれますよ。直接言わないにしてもね。潔がいいなって。そんなインターネット記事が勝手に流れてくるから、ね、昨日の雪、その前の日ぐらい、その巨人に法の下の平等全然分かってないやんって。まあこれは読売ジャイアンツが悪いんじゃなくて記事を書いた人間は悪いんですけども、やっぱり会社のつながりとかあるからやっぱり効力はありますね。それなりに多くの人が見るっていう部分もありますから。でまあもともとテレビ局を開いてる会社は大きな会社ですから、まあ例えばフジテレビだったらフジグループ、フジ重工にフジフィルム、フジ薬品、富士重工、富士薬品、富士フィルム、富士、まあなんとか他にもいくつかあったと思います。だからまあテレビ朝日とかだったら、あと朝日ビールだとか、朝日関係のもいろいろあります。もともとはもう大きな会社ではあるんです。ああそう、富士テレビだったら忘れてた、スーパーコンピューターの大元、富士通 100% 経営も富岳も訴訟されたでしょ、あのイギリスに。昔も本当はされませんでした、あの郵便局の話、あれ本当は昔のニュースでしょ。それももう一回同じ事例が発生しました。バレてるから本当
スーパーコンピューター系とか富岳一時的に世界ナンバーワンになったでしょ、なったらなったでややこしいこと発生しました。そこまでちゃんと説明した方がいい。それしなかったら無理だから、それちゃんと説明したら、じゃあこういう解決策作ろう、こういう解決策作ろうになるから、気づく人は気づくから。あとはプログラムを作れる人がその通りに作ったらいい。これ昔も言いました。僕も学校の授業で C 言語とかアセンブラちょっとだけ習った方です。工業高校でいやもう旋盤とフライス盤とボール盤と、板金とアーク溶接と危険物の取り扱いの免許と、あと一番重要なのが製図図面。これができなかった、図面が読めなかったら何も本当は作れないから、まあ、昔の人の作り方とか一部の部品に関しては、まあ、ゲージで合わせて作るっていう、こう型があるんですよ。でその通りにこう型に合って作れてるかなどうかで、で、まあ、大体のところね、あの高い精度を求めないような部分っていうのはそういう作り方もあるんですけども、まあ、まあ大体そういうのはまあ学生レベルですね、あの習ってる時に、作るような作り方で、いろんなこと一気に覚えなきゃなんなかったから、あと工業数理とか、だからハセンブラ C 言語無理です無理です、全員逃げ出しました一応この学校電子化もあるとはあるけども、電子製の方でってちょっとだけ教室行くかっていう話になって、あるんですよ本当は、もともとその C 言語とかアセンブラのね、ベーシックっていうその教科書があったからもともと授業としてあるんですよ。学校の先生が言い始めるんですよ。いやわしらも本当にこんなに一気にどうしても教えてへんかなと思うんだけど、僕も今でもそう思ってます提示していったら余計昼間働きながら夜勉強、仕事覚えなきゃなんないしハードル高すぎだから定時制高校を大体卒業するときに入学した時の人数の3分の2ぐらいか半分ぐらい、半分はないかな、だから3分の1ぐらいの人が脱落していたような気がします。勘違いかもしれません。まあ辞めていく人は結構いるのはいますよ。まあ僕の感覚としては、学校途中で辞めるのっていうような感覚。いやだから定期代払ってたから自分でアルバイトで稼いこっちも引くに引けない状況いくらなんでも高卒の学歴は元カンと、それはちょっと変な人として見られるかもしれないから、中卒だと戦後の頃だったら通用するでしょうけども、やっぱり今の時代最低でも高卒、ただし大卒はいらないって、もそこの線引きは僕ははっきりできました。もう税金の周りとかいろんなこと分かったら、ああ大卒なんかいらんやんっていうのが分かりましたから、ちゃんと仕事は仕事場で覚えるもんなんですよ。本当に仕事場で働かなかったら分かんないから、いくら文章見ても覚えれたとしても、その文章本当に仕事場でどう効率よく的確に動けるかどうかで作業効率っていうのは決まってくる。だからあとは、営業利益、経常利益、純利益の順番を覚えて、まあどういうものなのかっていうことを覚える。そうじゃなかったら文章だけ読んでも、例えば労働基準法とかその関係に関する労働関係の法律を読んだところで、まあ労働基準局が作ってくれてる冊子とか、ああいうふうなものを見たりとか、そうしなかったらはっきり言って間違います、何もかも。本当にそんなに詳しいことを、細かいことを基本的には法律では書いてません。で、その先を決めているのが行政であって、各省庁であると。まあ、こういうことになってるんで、その冊子までたどり着かなかったら、わかんないままなんですよ。本当に。だから事務所回り、事務所回りっていうのを、昔の暴力団とかの、組間違えたり、それ労働組合のことやから。何々組って、だから遠回しでね、昔例えば証券会社と銀行に協力してたとしますよ。
虚偽があるっていうことが1920年にアメリカの議会で認められた。認められたっていうのはそのまま悪いことしていいよじゃないですよ。頭なんか変になってるとそういう風に聞こえる人は聞こえるでしょ。違いますよ。捕まるんですその時に。お前らこの金額返せると思うなよ。一生出てこんでとか言う人は、言う人は言いますから、もっと。刑務所で働いたを、刑務所はね、強制労働させるところなんです。日本のテレビもなんか変な放送をしてるところ、報道ステーションとかのことなんです。中国の方でね、刑務所で強制労働させると。刑務所は悪いことをした人は、強制労働によって働いて、基本的に、まあもう強制労働って言った方がいいんです。そうせざるを得ない環境が出来上がってるから。そうじゃなかったら、そこで頑張って働いてお金を返還するから、だからその分早く刑務所から出れるんです。これが刑務所の正しいシステムなんです。ここまで説明しなかったら分かんないでしょ。だから、強制的に働くしかないじゃないですか。早く出たかったら。ね。だから強制労働でいいんです。もともと本当は働いて返せの方だから、裁判の判決自体が、だからそれが逃げられんようにするために、そのまま働いて返さないで、お金を返さないで逃げようとする奴がいっぱいいるから、本当に世の中。本当、会社の社長とか。もともとがそう。もう変な商売し始めると、人間、もう余計なものを作って売り始める人間。で赤字出ました破産法を通してくれなめんなよっていうそれぐらい強い裁判官でそれとかなあかんちゃんと来たら返り討ちにせなあかんっていうねそういうふうな形で、ちょっと話長くなりましたけどももうとにかくとりあえずとバレンタインの話と河川水門解析弾発電と地下水流トンネル発電、まあ、テレビ局関係の人だったら、まあ、これも大企業の人でもいいです、僕の家来てねうちの方からじゃあもうちょっとテレビ出るかとまあ、そういうような話も進めたりとか、結婚話、ちょっと手伝うよと、誰それに会いたいんだったら、ちょっと我々の方から、各テレビ局に聞いてみるわとか、そういうふうにね、動いてくれる方、来てください。そうじゃない人は、何か僕言いましたっけ、来てほしい内容、何か他ありましたっけ、まあ、かまど発電でもいいですよ、行政の人。なんかもう、淡い君考えたっていうことになってるけども、もう作っていいって、もう作ってくださいって。そうそう。で、まあまあ、学生さんにね、僕のかまど発電の、例えば55番のところとかの動画、YouTube 一覧表の、まあこういうふうなことになってると。だからその辺のところでみんなで手分けして、僕は日本中のその枯れてる竹の林とか見つけるの無理だから、それはもうみんなで、学校の近隣とかでね、家の近くから歩いて行けるところ、片道1時間ぐらいみんな歩けるでしょ、いくらなんでも。ちゃんとペットボトルに水さえ入れとけば本当にまあそういうような形でね YouTube の再生回数さえ上がったらまあちょっとしたお金にはなるはずだからだからまあ行政の人はもう別に鎌田発電はそれでいいですよただちゃんと覚えさせてくださいねエネルギーの残存量問題とか若いうちから教えておけばエネルギーって貴重なんだなってガスとか石油とか石炭とか、原発の元ウランコも大事に使わなきゃならないんだなってスーパーマーケットに食料が並ばなくなる物流が全部止まってっていうことをね、教えてあげる。もちろん冷蔵庫とか洗濯機使えなくなったら生活どうなりますかって。ゴミ収集車も回ってきませんよって。もう絶対滅ぶからって。先進諸国はって。9割以上の人は絶対死ぬからっていうことを教えておかなきゃならない。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。